コラボレーションに向けた準備は順調に進んでおり、レコーディング現場では、クレバがまるで先生のように小にアドバイスを送る姿が見受けられます。平野翔とクレバのコラボレーションが発表されたとき、ファンたちはまるで夢が現実になったように喜びに包まれました。平野翔がクレバの大ファンであることは知る人ぞ知る事実であり、彼の長年の願いがついに叶ったのです。このコラボレーションは、 ただの音楽イベントではなく双方の才能がぶつかり合う壮大なパフォーマンスとなる予感が漂っています平野翔は若手の中でも圧倒的な人気を誇るアーティストでありそのダンスと歌唱力はファンだけでなく業界関係者からも高く評価されています一方クレバは日本のヒップホップシーンを牽引する存在でありその独自のスタイルとリリックの深さで多くのファンを魅了してきました そんな二人がコラボするとなれば、どんな化学反応が起こるのか期待せずにはいられません。平野翔は、クレバの一切合切を聴いてから、その音楽に深く魅了され、彼とのコラボレーションを夢見ていたと言います。ついにその夢が実現する瞬間、彼の興奮と喜びは計り知れないものでしょう。コラボレーションに向けた準備は順調に進んでおり、 レコーディング現場ではクレバがまるで先生のように翔にアドバイスを送る姿が見受けられます平野翔がレコーディング中にクレバを先生と呼んだエピソードもあり2人の間に生まれた信頼関係が垣間見えますこのコラボはただの一回きりのパフォーマンスではなく新たな挑戦の始まりですクレバは自身のスタイルを守りつつ平野翔の魅力を最大限に引き出すための楽曲を用意しており そのの内容にはファンの期待が高ままっています。ステージパフォーマンスはただの音楽の演奏にとどまらず視覚的な演出も加わりまさに総合エンターテインメントとなります平野紫のダイナミックなダンスとクレバのリリックが融合することで観客を圧倒するパフォーマンスが繰り広げられるでしょう全事務所で培ったパフォーマンスの技術を駆使し布でくるくる回るフライングなどの見せ場も取り入れられるかもしれません ファンの間では、一歳合切や、くればいいのになど、くればの代表曲をどのようにアレンジして披露するのか、といった予想が飛び交っています。また、SNS 上では、どの曲が披露されるのか、といった議論が白熱し、期待感がさらに高まっています。このコラボレーションに対する反応は非常にポジティブで、ファンだけでなく音楽業界全体からも注目されています。 平野翔がクレバとのコラボレーションに向けてどのような成長を遂げるのか、そしてクレバがどのように彼をサポートし、新たな音楽を生み出すのか、興味深いところです。今後、二人のコラボレーションが成功すれば、さらに多くのプロジェクトやイベントでの共演が期待されます。これにより、平野翔の音楽的なキャリアは新たなステージへと進むことでしょう。クレバと平野翔のコラボレーションは、 音楽ファンにとってて待ち望まれていた夢の共演ですこのコラボレーションを通じて、2人のアーティストとしての成長と新たな挑戦が見られることに期待が高まっています。この舞台がどのような形で展開し、観客を魅了するのか、そしてその後の2人のキャリアにどのような影響を与えるのか、非常に楽しみです。あなたはこのコラボレーションについてどう思いますかまた、 今後の二人の活動にどのような期待を持っていますかぜひ、あなたの意見を聞かせてください。こうして、クレバと平野章のコラボレーションは、音楽の新たな可能性を示し、多くの人々に感動と興奮を提供することでしょう。今後の二人の活躍から目が離せません。このコラボレーションは、多くの人々にとって夢の実現であり、期待感は日に日に高まっています。 平野翔がクレバと共にステージに立つことで、彼の音楽的才能がさらに開花し、新たなファン層を獲得することが期待されます。また、クレバにとっても、このコラボレーションは自身の音楽の幅を広げる貴重な機会となるでしょう。ファンたちは SNS やファンミーティングを通じて、お互いの期待や興奮を共有し、コラボレーション当日を心待ちにしています。中には、 クレバのライブで見たことのある観客が平野翔とのコラボによって新たな視点を得ることを楽しみにしている人も多いですまた平野翔のファンは彼がクレバとのコラボを通じてどのように成長し変化するのかを興味深く見守っていますこのコラボレーションに向けた準備は多くのプロフェッショナルが関与し緻密な計画のもとで進められていますステージ演出音響効果照明デザインなど すべての要素が最高のパフォーマンスを引き出すために綿密に設計されています。クレバの繊細なリリックと平野紫のダイナミックなダンスが融合することで、観客にとって忘れられない一夜となるでしょう。レコーディングの裏話も、ファンにとっては興味深いエピソードです。平野紫がクレバを先生と呼ぶことで、彼がどれほどクレバを尊敬しているかが伝わってきます。クレバもまた、 平野章の持つエネルギーと情熱に触発され、新たな創作意欲をかきたてられているようです。このような相互作用が、二人のパフォーマンスにどのような影響を与えるのか、非常に楽しみです。コラボレーションの発表後、多くのメディアがこのニュースを取り上げ、インタビューや特集記事が次々と公開されています。音楽評論家たちは、 クレバと平野賞の組み合わせがどのような音楽的革新をもたらすのかについて様々な見解を述べています彼らの意見はしばしば対立するものの一点において一致していますそれはこのコラボレーションが間違いなく音楽業界に新風を巻き起こすということですファンミーティングやライブイベントもコラボレーションの盛り上がりをさらに加速させています平野賞とクレバのファンが一同に会し お互いいの魅力を再発見する場となっています。またこうしたイベントを通じてファン同士の交流も深まりコミュニティが一層強固なものとなっていきます一方クレバの側にも多くの期待とプレッシャーがかかっています彼はこれまでも数々のアーティストとコラボレーションを行ってきましたが平野翔との共演は特別な意味を持っていますこれは若い世代とベテラン世代が交わることで 新たな音楽的価値が生まれる瞬間だからですクレバはこのコラボレーションを通じて自身の音楽スタイルをさらに進化させ次のステージへと進むことを目指していますこのコラボレーションが成功すれば今後の音楽シーンにおいて新たなトレンドを生み出すことになるでしょう若手アーティストとベテランアーティストが共に作り上げる新しい音楽の形は多くのリスナーにとって新鮮で魅力的なものとなるはずです また、これを機に他のアーティストたちも新たなコラボレーションに挑戦し、音楽業界全体が活性化することが期待されます。ファンの中には、平野翔がクレバの影響を受けて新たな音楽スタイルを取り入れることを期待する声もあります。彼の持つポテンシャルとクレバの音楽的な深みが融合することで、これまでにない新しいサウンドが生まれる可能性があります。逆に、 クレレバも平野翔とのコラボレーションを通じて新たな視点やアイデアを得ることができるでしょう最終的にはこのコラボレーションがどのような成果を上げるかはステージ上での二人のパフォーマンスにかかっています彼らが持つ才能と情熱が融合することで観客にとって忘れられない一夜となることは間違いありません平野翔とクレバのコラボレーションが音楽業界に新たな風を吹き込み 次なるステージへと進むための大きな一歩となることを期待しています。